ルフ205ルフ205は1960年代終わりに製作された全ガラス繊維強化プラスチック製の単発4座の低翼端容器である。1機が製作されただけであったが、この機体は主翼上を流れる総流の研究のために飛行を続けている。レイシュフラギテクニックユニオンは全 GRP 製の航空機に特化して製作するためにベルコー、 ピュッツアーとライン航空機により共同して設立された合併企業であり、この結果生まれたルフ205は最初の全 GRP 製の航空機の一機となった。ルフ205は緩やかなテーパーのついたわずかに7度の全身翼を持つこと以外は外観からは通常の低翼単用の単発機との相違はない。エルロム内側の主翼後援部はすべてファウラーフラップとなっており、 水平尾翼も直線上にテーパーが付けられ、垂直尾翼はわずかに交代角を持っている。水平尾翼は一体構造の全不動式である。後方にスライドして開く、大きなキャノピーで覆われたコックピットには並列の座席が2列備わっている。胴体と胴翼はグラスファイバーで覆われた平行に置かれた10ミリメートル系の管で形成された。 波状内皮を平滑な外皮で挟み込んだ GRP サンドイッチ構造のモノコック構造である。主翼、尾翼、胴体の一部では、リブ状に縦方向のウネが走り、尾ブの構造は成形プラスチックを新材としていた。出力 200HP のライカミング IO-360 水平対抗エンジンを搭載し、首車輪式の降着装置は、主脚が内側へ、 前足が後方へ引き込まれた。初飛行は1968年3月29日に行われた。ルフ205ルフ205は実験機の目的で1機のみが製作された。当初の飛行テスト計画は製造方法のテストのためであった。1984年からはブラウンシュバイクのドイツ航空宇宙センターで飛行し、両翼のエルロンの内側の中央翼部分に 新しい断面の大井、e、を取り付けて、送流欲型の研究に使用された。主な関心の一つは、送流と乱流の間の繊維領域を、赤外線映像を使用して研究することであった。大井、e、が取り付けられている部分にも、圧力と効力の分布や境界層の作用のデータを取得するための機器が装着された。出展、ザ・オブザーバー。 S, S Book of Aircraft 1969初年、性能域メディアコモンズには、ルフ205に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。